今回は、自分の資質を、知る門を超えてやっていくということについてお伝えしてみたいんですけども、これメルマガではお伝えしてるんですけれども、自分のその資質を知るためのツールとして、門っていうのをねご紹介したんですけれど、これは僕自身が非常に体験してみて、自分の本質というのか、自分が本当にこう、持っているもの、もともと持っている資質っていうのが、明確になりましたので、これをしていただくことで自分のね強みとかそういうものが分かるんじゃないかなっていうことで紹介させていただきました。で実際にですね、その200問ぐらいの質問に答えていただいて、それで大体自分の診断ができるんですね。でこれは非常に自分を知る、自分の立ち位置を知るっていう意味で重要なことだと思うんですよ。で読んでいただいている方からね、実際診断を受けて、診断をしてみて、いろんなこうメッセージいただいているんですけれども、その中の方、一人の方が非常に面白いっていうか、素晴らしい見解を示してくださったんですけど、自分の資質を知って、それをですね、それにとらわれないように制限を外して、自分のこう思うままに生きていきますっていうようなことを書かれていたんですよね。だから結局門を知るということ、自分の資質を知るということは、その自分の立ち位置をまず知るっていうことなんですよね。でそれに沿って、やっていくんですけれども、その自分の門だけにとらわれてしまうと、これもまた片手落ちというか、可能性がそこにとどまってしまうことになるわけですよ。だから、自分の門を知って、その知った上で、自分が、本当に、ね、今度は自由自在にやっていくっていう決意でやればいいと思うんですよね。だから、門を知って門にとらわれるのではなくて、その自分の門からさらに自由になる、自分の思うままにいく。人間が本質的に望んでいることっていうのは、その自由とか自由自在なことだと思うんですね。自由自在に自分が生きていく、だから、もちろん自分の生まれた資質に沿った生き方っていうのもあるんですけど、それだけではないということですよね。そのまたさらに可能性としては、その自分の資質を知って、そこからさらに超えていく生き方っていうのもあるわけです。自由自在なわけです。どんな生き方をしようが、自分はいいわけですよ。だからそのことをですね、知っていただくというか、そのことを知るために門っていうのがあるんじゃないかなって思うんですよね。決してそこにとらわれて生きるのではなくて、そのとらわれから、解放されて、本当に自分が自由自在に生きていく、そのために門を活用していくっていうのもいいんじゃないかなと思うんですよ。いずれにしても自分の今の立ち位置を知らないと、それはできないことですから、自分を知るということ、自分の、本質を知るということ、これをですね意識していくといいんじゃないかなと思います。ということで、僕自身はその月収門というね、生まれながらの月収門、そして陽関門、関門ですね、関門が、極めて強い性質があるそうなんですけれども、だから一つではないんですよね。で実際にその200問の質問に答えて、自分の、門がそれで出るんですけど、それと、実際生まれながらの門が違う場合ってやっぱあるんですよね。でむしろ合ってる人の方が少ないっていうんですね。だから、結局自分が生きてきた部分と、自分が本来持ってるものがずれてる場合がある。それは悪いことではないんですよね。それは自分が可能性に挑戦しているっていうことですから、それはそれでいいんですけれども、自分の生まれながらの門っていうのを知ることで、今の生き方っていうのをですね、またこう微修正していくことができるんじゃないかなっていうことですよね。まずは自分が、その診断してみて、自分が今の傾向、今の自分の傾向っていうのを知るのは大事じゃないかなと思います。ということでね、自分の資質を知ると、そこから全てがスタートするということですね。今回は以上になります。ありがとうございます。